ティオ、どうした？もしかして、また何か聞こえたの？はい。センサーの感度を上げます。アクセス。今のは？かすかにだけど。ああ、魔獣の遠吠えだろう。ティオスケが気づかなかったら、俺たちも聞き逃してたな。やはり今の遠吠えは山道方面から聞こえたようです。北北西に40セルジュくらいかと。北北西に40セルジュ、山道の途中あたりになるのか。ってことは、そのエリー、ティオ、昨日に引き続いてこんなことを言うのもなんだけど。ううん、気にしないで。これも巡り合わせでしょ。私も大丈夫です。それに今の遠吠え、どこか語りかけてくるような感じがして。語りかけてくる？威嚇してるとかそんな感じか？いえ、もっとはっきりとした意志みたいなものを感じて。すみません、うまく言葉にできないみたいです。そうか。どのみち警備隊が動いたら逃げられてしまう可能性が高そうだ。俺たちだけでなんとか見つけ出すしかないだろうな。そうね、頑張りましょう。本格的に山道を調べるとなると、いろいろと準備した方が良さそうね。ああ、それに他の支援要請をやってる余裕もなくなるだろう。一通りケリをつけたら山道探索を始めることにしよう。そんじゃま、準備を済ませたら楽しいハイキングと行きますかね。Thank you.
き上がれってな。行くぜ。ええ、行きます。上げていこうぜ。ああ俺の番だな。そこ、はい、分析を開始しました。俺の番だな。かけるぞ。こんなもんかな。それ。ま、こんなもんかな。それ。よし、ゲットだ。それ。
そこで。よし、一気に行くぞ。わかりました。よっしゃ、来やがれでな。そこに。よっしゃ、畳みかけるぞ。よっよし。そこです。へい、そこです、そこです。もらったぜ。よし、俺の番だな。
ごいな。絶景ね。私たちの住むクロスベルってこんなにも美しかったのね。ここまで歩いた疲れも吹き飛んでしまう気がします。しかし大都市から少し離れるとこんな自然が広がってるとはな。なんつうか変な自治州だよな。おっと悪い、けなすつもりじゃなかったが。いや、言いたいことはわかる気がする。外国の街で2年くらい暮らしたけど、そこと比べるとクロスベルは確かにアンバランスかもしれない。そうね、私も留学とかであちこちの国を回ったけど、どこも伝統と自然の美しさを大事にしている国ばかりだったわ。でも私はクロスベルが決して嫌いではありません。良いところも悪いところも含めて引きつけられる感じがします。ティオ、ありがとう。ま、いろいろと刺激的な場所だとは思うぜ。俺たちみたいな縁もゆかりもない連中がなぜか集まっちまうくらいだし。そうですね。確かにクロスベルあっての俺たちなんだよな。そう考えると悪いところばかりじゃないわね。また今度は随分はっきりと聞こえたわね。どっから聞こえたかわかるか。待ってください。アクセス、ジュッセルジュ北西です。地図と照らし合わせるとちょうど参道の分岐点ですね。わかった、行ってみよう。これで一安心です。
行くぞ。私だけ。任せ。はい、そこに。そこだ。行くぞ。よ。またそこ。押し込む。そこ。これで一安心です。どうやらここが参道の分岐点みたいだな。狼型魔獣ってのは見当たらなさそうだな。また他の場所に移動したのかもしれないわね。左の方が鉱山町方面として、あちらの方には何があるのかしら。データベースにも該当する情報はありません。一応調べた方がいいかもしれませんね。ああ、先に進む前に確かめてみよう。行くぞ。任せた。行け、そこです。押し込む。行くぞ。任せた。そこに行くぞ、みんな。速攻で蹴りをつける。よし。はい、ヘイ。俺のか。Thank you.
気をつけろ。私の番です。分析を開始しました。よし、まだまだいける。